はい、こんにちは。こんにちは。一つの漫画作品を取り上げて1時間徹底的に語り合うBS漫画屋は司会の大月孝弘です。笹峰愛です。今日はですね、はい、我々和歌山にやってきておりまして、雨の和歌山、ちょっと雨降っちゃったんですけどもね。ちょっとありますよね。まあ雰囲気はありますよね。愛、うん、ちゃん和歌山は、私お仕事で3回ぐらい3回ぐらい、はい。ちゃんと覚えてますか？覚えてます。熊野古道3回行きました。一生懸命それさっきから練習してましたからねというわけで、はい。今日はですね、和歌の浦アートキューブというこの会場から、はい、お送りすることになります。はい。和歌山市民の芸術文化活動を支援する施設ということなんですけどもね、今日はこちらからお伝えする馬屋になっております。はい。で今回のラインナップ紹介してください。はい、こちらになっています。まず初日、藤子不二雄 A 漫画道、2日目サイモン文東京ラブストーリー、3日目ハロルド作石ベ、そして最終日4日目カリブマレー田中昭夫ボーダーとなっています。はい、はい。これで赤い傘だったら俺トトロに見えますけどね。本当だ。本当じゃないよ、はい、というわけでお楽しみください。はい、お楽しみに。 BS 漫画やわ。和歌の浦アートキューブにやってまいりました、はい、漫画屋でございます。一つよろしくお願いいたします。というわけで早速、はい、出演者紹介したと思います。はい。漫画家の石川純さんです。どうもこんにちは。はい、いや今日はね朝6時起きだったよ。さっきまで寝たんですよ石川こんなになって寝起きして眠いっつって、あと1時間頑張りたいと思いますあと1時間ね1時間で終わるくらい。これからですから、はい、よろしくお願いします。はい、お願いします。はい、続いて作家の岡田斗司夫さんです。どうもこんばんは。もう南海本線でこっち来たんだけども、うん、三崎公園久しぶりに見てさ、まだあの崖っぷちのすごい怖いジェットコースターあるの見てすげえ嬉しくなっちゃった。分かんないよ。いや、あのね、崖をこう走るときにね、一瞬ガクってなるんだよ。花屋敷みたいなもんか。花屋敷みたいな。いいよ、あそこ。帰りに行ってみたいなと思ってますけど、はい、もうダメなんだろうな、はい、というわけでミスターリバウンド岡田さんでしたはい、続いて漫画コラムニストの夏目房之助さんです。はい、ありがとうございます。僕はね、7時に起きましたね で昼過ぎぐらいまでは寝てました。うん、あの体は起きてましたけどね、うん、今は目が覚めました。 あれ、ね、寝てたんだよ。そう、うん、頭はね働いてないんだよね。大丈夫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 っていうのもすごい。皆さんよろしくお願いしますはい、ということで、あーちゃんも仕事してください。はい、頑張ります。はい、今日取り上げる作品はこちらです。漫画道ですね。はい、1970年から週刊少年チャンピオンに連載され、その後週刊少年キングと藤子不二雄ランドに連載されました。現在漫画道の続編が愛しりそめしころにという題名でビッグコミックオリジナル増刊号で連載中です。うん、作者のプロフィールと作品のストーリーを VTR でご覧ください。はい、作者の藤子不二雄 A は1934年富山県生まれ。藤子 F 不二雄こと藤本博史とコンビを組み、忍者服部くんや怪物くんなど多くの作品を発表。1988年にコンビを解消後、藤子不二雄 A として活動中。これは漫画に全ての情熱を燃やし、後に数多くのヒット作を生み出した漫画家が自らの足跡漫画道をたどった自伝的作品。疎開先から富山県高岡市へ越してきた漫画が大好きな少年間賀道夫。転校先の小学校で同じく漫画が大好きな西野茂と出会った。自分より漫画が上手かった。それはまさに運命的な巡り合わせだった。西野君、俺を友達にしてくれ。その時から間賀と西野は毎日一緒に漫画を描き続けた。二人が高校生になって衝撃的な出来事が起こる。一冊の漫画との運命的な出会いだった。戦後児童漫画の革命的名作。二人は
漫画の神様と出会い、二人の歩むべき道は決まった。漫画家になろう。昭和29年、さらなる飛躍を求め意を決しての上京。二条の部屋から始まり、その後すぐにあの手塚治虫がいた憧れの常盤荘へ。そこには漫画に青春のすべてを注いだ若者たちが集まっていた。二人の漫画道に大きな影響を及ぼすたくさんの出会いがあった。兄のように慕った寺田博夫、天才少年漫画家としてデビューした石森章太郎、後にギャグ漫画で一世を風靡する赤塚不二夫、みんながそれぞれの漫画道を歩み、互いに競い合い、互いに励まし合った。徹夜の日々が続いても、締め切りに追いやられても、漫画への熱い思いと大きな夢は揺らぐことがなかった。戦後、児童漫画界を支え続けた藤子不二雄。二人が歩んできた道を藤子不二雄が自伝的に描いた作品、それが漫画道なのです。はい、ということで、はい、どうぞ、はい、今日は公開収録のため、ファックスの募集はありませんが、代わりにですね、届いていたメールの方を紹介したいと思います。はい、お願いします。はい、アトムキングさんからいただきました、うん、とうとう待ちに待った藤子不二雄 A 先生の登場ですね。取り上げるのだったら何だろうと思いながら出てきたのが漫画道で、正直嬉しかった。ありがとうございます。この漫画は漫画家を目指す僕としては脅威の作品です。大月さんとレギュラーの皆さんがどうコメントしてくれるのかとても楽しみです。なるほど、いただきました、はい、ありがとうございます。それからですね、針野さんからいただきました、うん、この漫画は普段漫画を読まない母が唯一自費で買った漫画です。私が生まれた頃に買ったそうで、私も小さい頃から読み返しています。おかげで漫画家ってのはこういう職業なんだと刷り込まれました。そうですか。はい、ありがとうございます、はい、続いてチョビさんから、小学生の時、父が分厚い愛蔵版の漫画道を買ってきました、うん、初めはなんだこれはと思いながら弟と一緒に読み始め、この漫画で手塚さんを知り、いつの間にか自分たちまで手塚先生と呼ぶようになっていました。漫画家を目指そうと真似事のようなこともしました。今読み返しても十分ハマると思います。ありがとうございます。はい、ありがとうございました、はい、ということなんですけども、石川さん、はい、これは起きてます、大丈夫ですか。起きてます、大丈夫確認したなんか今すごいテンション低かったんで、俺大丈夫かなと思って、いやそれしみじみしたしみじみしたすいません。じゃあしみじみついて、その当時 の、 その石川さんのこの漫画道の出会いみたいなのちょっと話してください。いや、あのね、うん、チャンピオンの連載は読んでて、その後の少年キングの連載、77年から78年にかけての連載の時には、多分俺も同じ本に連載してた頃だと思うんだよ、少年キング、はいはい、うん、だから迷子はもちろん届いたの読んでたんだけど、あのね、美しいよ、もう本当に、もうね、俺すごい本当大好きなの、今日は白石川ですね黒石川まだ出ませんから俺善意の人なのに、はいはい、いや、このなんていうのかな、この漫画ってさ、二人の青春期じゃない、はい、青春期でありながらさ、このちょうどこう形を取りつつあった近代漫画の草創期の記録でもあってさ、うん、それプラス天才手塚治虫の記録でもあってさ、うんうん、いろんな要素が重なってね、うん、まあ、ちょっと美しく描きすぎなんじゃないか、他の人の描いたこの時期のものをこう読み合わせてみると、あまりにも美しく描きすぎなんじゃないかって気がしないでもないんだけど、うん、でもやっぱりね、美しい物語だよ、うん、俺はね、今回こうダーッと読み返して、ああいい話だなと思ってね、うん、もう本当にこう今回取り上げてよかった選挙にでも出るんじゃないなんか悪いこと考えそうな気しますね、どうも。いやでも本当好きなのかな。なるほど、うん、前々からこれ取り上げるとは言ってましたからね、この番組でもね。岡田さんはこれリアルタイムに、これは僕はまだ小学生、うん、小学校6年の時に連載始まったから、ね、連載始まった時はね、大体その藤子 A の絵ってあんま見慣れないじゃないですか、うん、あの時は多分怪物くんとかそういうのはなんとか見てた頃だったんで、あとパーマンとかも見てたんだけども、うん、藤子っていうと F っていう印象がすごい強い、うん、オバキューとか
なんかそういう印象が強かった、21エモンとかそっちの印象が強かったから、これ何の漫画、うん、で自伝漫画って気がついたのってだいぶ先だったんですよ。あ、うんうんうん、だから大人になって読み返してからようやっと面白さが分かったっていうのがあるんですよ。で僕なんかその漫画家の自伝ものってすごい好きなんですよ基本的に、うん、漫画メイキングものというか、うん、だからねなんかあの、燃えよペンってあるじゃないですか今は吠えろペンと、あと男の星座、うん、梶原一騎の素晴らしいと、この漫画道とか、うん、多分三大、漫画家実録ものだと思うんだけどもなんかねいやで燃えいや燃えよペンとね男の星座がねあんまり使えないんだ、うん、燃えよペンって今現在書いてることに関しては分かるんだけども、うん、漫画家のなり方とか憧れていた気持ちって分かんないまま書いてるし、うん、男の星座に至っては漫画がろくに出てこなくて、いや漫画の話じゃないもんな、そうそうすぐに喧嘩したとかなんかこう浅草の踊り子なんとかかんとかとかそんな話ばっかりで、漫画道ってねすごいそのストレートに何があの時に面白かったのかとか書いてる。で今日もなんかね朝もこうじっと思い出したんだけども、あのほら2人で徹夜して徹夜明けで公園歩くっていうシーンあるでしょ、うん、ああいうシーンだけでもすごいね新鮮で心が洗われるみたいでね、ああなんかこういう青春ってあったなと思って、そう青春期として今見るとすごく面白いし、うん、漫画ものとして見たらもう漫画描いてないから分かんないので、うん、こんなもんでしょうねしか言わない、なんか線に対するこだわりとか、うん、あとなんだろう小回りに対するなんか勉強の仕方とかっていうのも普段こう漫画やとかで話してて石川さんなんか話聞くとなんとなくそうかなと思うんだけども、実例としてこう書いててそういうのを書くのに2日かかる3日かかる1日に2ページしか書けないっていうのを見てると、なんかだん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 こう身に迫ってきて面白いです、うん、なるほどね。チャンピオンですもんね当初ね、チャンピオン、チャンピオンいた時もねちょっと読んだんだけどね、うん、チャンピオンでも浮いてたよねこれ、うん、だと思うんですよ、うんうん、まあ、その辺の話後に出てくると思うんですけども、はい、夏目さんはどのように、これチャンピオンが1970年なんですよ、はい、ということはねドラえもんの連載開始と同じなんだよね、うん、でつまりどういうことかって、このちょっと前から藤子不二雄というのは2人いてってのは、まあ、我々漫画生には知ってるわけだ、うん、で藤本さんというのはドラえもんみたいなものを描く人、うん、それで、阿鼻子さんというのはあのちょっとその当時で劇画的なものを阿鼻子さん風に毛沢東伝とか描いてたわけです、うん、だから青年誌の方行ってたんですよ、うん、漫画が少年誌と青年誌に分かれた時に、うん、この2人はその性格資質とともにこう画風を変えていくんだよね、うんうん、でその同じ画風でチャンピオンに、つまり少年誌に、うん、チャンピオンってとこはいいんだけどね、うん、あのおまけみたいにして書いてたのが漫画道なんですよね、うん、だからねすごくね腰が引けてた実は、うんうん、だからその自分の劇画的なものを書こうとしてて、それが多分違和感だったんだよな、うん、岡田さんなんかの、うん、だけど我々から見ると分かるわけだよ距離感が、うんうん、それでそれで何をしようとしてるかも分かるんだけど、すごくそこでねこう完全な自伝にしないで、うん、もうちょっと象徴主義的なことをやろうとか、劇画大輔なんてのは多分あれ実在しないわけで、うん、あのまあ、ちょっと斎藤隆夫に似てるけどねあの時代にあの人を切った張ったを描いている漫画予備軍は多分いないので、うん、なんでこれガロに連載しなかったんですかね。ガロは無理でしょう。いやあのここまで少年誌風的な描き方でなくて劇画タッチのままでやらずに、なんであえて少年誌選んだんでしょうね。いやだってこれは資質が少年誌の資質だからね、うんうん、あのガローはあの絵が黒いと、ガローでも描けるかっていうとそういうわけでもないんだね、やっぱり、うん、これこのデフォルメとこの、黒いようで白さは少年誌の白さなんだやっぱり、うんうん、やっぱりねこの人たちはね、あのどんなに少年誌に行ってもね、あの魂が少年漫画にあるわけ、うんうん、あの阿鼻子さんが書いたその自伝で、その2人で少年漫画ばかり書いてきたっていうのがあって、うん、本当にそういう人たちだから、うん、その人が青年誌を書いてるっていう位相なんだよ、うんうん、最初から青年誌では全然ないんだよね。でそれがね、その多分77年から8、うん、7、8年、あの5年間ぐらい書いてるキングのやつ、うん、で、うん、あこれで本格的に自伝漫画になったって安心して読めるようになったんだよね、うん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 、それはねあの後でやりますけど、絵も変化してて面白い、うんうん、みんな出てくるのがいい人ですよね、うん、その本当にストレートにいい人で、うん、漫画家ってのはこういう人ばっかりかというふうな、うっかり読むと思ってしまうんですけど、ね、でもあの、ま、メールでもあったこの漫画を読んでから手塚治虫のことを手塚先生というようになったって言ったら、うんうん、すごい気持ちわかるもんだよね、うんうん、
いやだってこれに出てくるさあの真神町たちがさちょうど今後ろにこの絵を出してるんですこの絵を出すかい初めて手塚さんに会った時とかさ、うん、あの時をそう偶然行ったらあの偶然出てきた時とかさもう本当に神を仰い見るように五光が差してるじゃない、うんうん、この絵なんか銅像だよ銅像だよね五光、ね、を通り越して銀が輝いてるもんね、うん、そうやっぱ 白手塚です白手塚そう見えたんだよねだからいや編集者を困らせない困らせない白手塚多分この時にはまだあの藤子2人は白手塚しか見えてなかったんだよねそうそうあのワンダーズリーのボコちゃん描くような手塚さんじゃないわけですそうそう、うん、黒手塚はまだちょっと見えてなくて白手塚の部分だけ見て光り輝いてたわけだなでも概ねだからね白手塚であり白漫画を自伝として描こうっていうのはこれなんですよ、ね、だって少年漫画なんだもんね、うん、そういやだから本当に少年漫画が本当に輝かしかったんですよ、うん、でそれ目指したらこんだけいい人になるんですよでも、ね、72、3年の頃の少年漫画ってもうこうそういう良い子の少年漫画描ける時代じゃなかったわけでしょ本当はねどっちかっていうと、うん、なんかこうアトムが嫌われて、うん、あの明日のジョーが好かれた時代って、うん、手塚さん自身も描いた時代じゃないですか、うん、その時代にこういうストレートな、うん、なんかあなろうなろう明日はなろうって漫画、うん、なかなか描けないよね本当だよなよく編集者がさせましたよねいやそれはキングだからだよあチャンピオンはこれあのこれなんだっけ漫画教師だっけなんでキングだからだよあーってなるんだろうねうなずいちゃいけないんだな最初スタートしたのがチャンピオンでさ、うんうん、チャンピオンなんだっけなんとかって企画のおまけで始まったじゃないあのなんだっけなんか4ページぐらいの漫画教室みたいなの、うん、その中の、教室の中のおまけ漫画みたいなしてちょっと自伝反自伝漫画みたいな、うんまあのを始めてゲゲゲ大輔ってほら今日来たメール見てたらゲゲ大輔誰かモデルは誰かって書いてあったけど、うんあのあれ書き始めたこれを書き始めた時にはチャンピオンで書き始めた頃にはまだ自伝じゃなかったからね、うんうんうん、だから架空の人物作っちゃって多分最初からキング版を始めるつもりだったら斉藤孝夫って名前が出てたんだよね、うんうんうん、でも、半分フィクションで書いたからゲゲ大輔って人を出しちゃってでチャンピオンではちょっと不完全になってその後どうしても書きたくて多分キングに話をしてというかキングしか通らなかったんだよね、うん、これを通してくれそうなって言うとキングしか思いつかずに多分他のところにも話したかもしれないけど結果的にキングしか通してくれなかったキングもなかなか辛いよねよそではなんかねドラえもんとか書いてるのになんでうちにはこれですかっていうのは絶対だってさあの頃キングは ね、梶原一騎だって、他ではあんな流行りもん書いてるのにお母さんっていうねああうんうん、橋本なんとかっていうのと組んで、うんなんかみんな少年誌のガロみたいに使ってたわけだよね絶対にキングっていう場合結局そのチャンピオンとキングのズレってのは当然あるわけですよ ね、 あるあるねその時点でね、うんうん、あのチャンピオンはまだね、まあ、中堅雑誌中堅出版社の中堅雑誌ではあったけれども、うん、メジャーをこう一応こう目指してた、うん、キングは別に目指してなかったとは言わないけどひどいことなってきたなでも当時一緒に出してたのが、うん、ヤングマガジンっていうマニアの画像みたいな本で、俺は、まあ、ヤングじゃ、違うヤングコミックだ、うんうん、ヤングコミックっていう、まあ、マニアの画像みたいな本で、うん、俺はヤングコミックでも少年キングでも連載してたんだけど、うん、あのかなり結構好き勝手書いてて、うん、そのかなり好き勝手書かして少年誌にもかかわらず俺その マニア誌で書いてる俺に好き勝手やらせてくれる少年誌だったわけだよ、うんうんうん、だから漫画道も好き勝手に書かせてくれたんだよね、うんうん、だそれがこれだけのものを、作る要因だったんだからねキングの太っ腹に感謝しなきゃねやっぱ使命感みたいなのあったんですかね編集部にもいやそれはどうかな、うん使命感とは違うかも、ね、面白い人が多かったよ、うん、あ編集者編集者これだから常盤荘の編へ行くとようやっと作者がやりたい大きいタイガー的な流れ見えるけども、うんなんかね新聞社に就職したあたりとかこの辺連載してるときは編集者もこれいつまで続くのかなって絶対思ったと思うなんか偏屈そうな図案書きみたいな書いてるねでもあの辺なかなかやってるから時はそう言ってからがものすごい走るわけですよだからあれはねだから、うん、あれなきゃいけないんですよ、うんうん、なんでかっていうとね要するに大人漫画っていうのがあってね、うん、まだ新聞漫画っていうのがメジャーだった時代っていうのがあったっていう背景があるの、うんうん、我々は分かるんだ、うん、ただね後から来た人は分かんないからね、うん、なんだか分かんないんだよねあれ、うんうん、だから新聞社で仕事したっていうのは偉いことなんですよ、うん、そういう意味で言うとさ、うん、そうだけどね、うん、チャンピオンが70年で、うんキングが77年で7年の差があるわけ、うんうん、そうすると、仮にチャンピオンを12歳で読んだ子はその7年後には19歳なんだ、うん、そうするとね十分分かるんだ、うん、だからね
ある意味だからその成長物語じゃない、うんうんうん、なんでなんだけどその読者も成長してんだよね、うん、だそういう7年後に今度長期連載で本格的にやると、うん、だって最初の頃 の新聞社就職したあたりの話なんか見ようによっちゃ青木雄二さんですよほとんど新宿さえもん話がでも行くたびに行くたびにそこで行き先の女の子に一目惚れするしね結構惚れっぽいんですよ惚れっぽい惚れっぽいあの舞台の数だけ女があるみたいな感じだよねですごい美化なこれはもう真ん中の島耕作だよこいつ本当にいや島耕作じゃないだろう向こうから来ないからなあそうだよねでもねあれは書きたかったんだよ絶対阿弥子さんは、うんうんうん、つまりね藤子さんだったらそれはないと思うんだけど阿弥子さんはねそれを書かないとね自分の青春期にならないわけ、うんうんうん、だからね愛しりそめし頃っていうタイトルもそうなんだよね、うん、すごいよね今そのタイトルないよねないよねだからさ、うん、年に一冊出すっていうのもすごいよねそう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 だから結局その西野茂と真賀道夫の差って真賀道夫暗いじゃん、うん、この子だなんで暗いかっていうと女の子に惚れるから暗いんだよあすぐ惚れるんだよね、うん、すぐ惚れる、うんうんね、で真賀道夫が惚れてるって言えば後で相当西野茂が実は俺もってちょっとこう言うだけなんだけれどもねいいコンビだよな本当に大体同じ子好きになってますねで同じまあまあ大体この漫画に出てくるのは身近な女の子ばっかりだからラーメン運んできたらラーメン運んできたら青葉の、ね、女の子が綺麗だとかそれ見ようによっちゃ危ないけどねでもそんなもんだったと思うよ部屋でずっと漫画描いたらそうなるよまだセナさん素敵って言わないときいいじゃん今は差別発言だと思ういやだって常盤荘はさやっぱり地方から来た人が集まってるわけだから、うんうん、であの石森さんなんかだから最初はね、うん、その外出られないっていうかさ、うん、喫茶店も入れないみたいな状態だったけどそういう人たちが漫画描いてるわけだから田舎のネズミですよだってラーメン運んできた女の子綺麗に見えるって、うん、他に選択肢ないんだもんないもんだんだんひどい話でしょかわいそうな話だっていやだってさあの俺たちの頃でも地方から出てくるとさ東京にはしばらく馴染めなかったやん、うん、だから多分この頃、富山だったっけ富山からだ出てきてさ蒸気会社乗ってくんだもんねえ、うん、で、まあ、椎名町とはいえ本当にあの東京来てそれはなかなか馴染めないよ、うん、こんな狭いところでさ、うん、ラーメン屋姉ちゃんしか女の子いないよ世界に、うんうん、あれは世界で唯一の女なんだよだから友情が恋愛のシミュレーションになり得た時代なんですよ、うん、まだ、うん、だからこの後成り立たなくなるでしょいきなり恋愛に行っちゃうでしょ、うん、だからおかしくなるんですよあのその地方から来てっていう要素も大きいんだけど、うんうん、あの同じ時代を永谷さんが最近あの、はいはい、漫画に愛を叫んだ男たちって、うん、時朝のことも書いてあるんだけど、うん、これ読むと永谷さん東京の人なんだ、うん、同じなんだ、うん、田舎だからじゃないんだよじゃないんだやっぱりねそういう人たちなんだよそういう人たちなんだよ、うん、でもさ同じまあ、完全に同じ時期じゃないんだけど、うん、かなりダブってるじゃないこの漫画道とその本とは でもカラーが違うね違う漫画道はねやっぱ白いんだよ、うん、中谷さんの書くね時代さんかなりちょっとグレー黒まではいかないけどグレーなんだよそう暗黒面もあるんだよテラさんにも暗黒面があるんだよこれね、いや本当これは初めてそのそういう言い方が正しいかどうかともかくあの直感的に言って裏トキワ荘みたいな話な、うん、またこの本アマゾン1位いっちゃうよこれね泣けるんだよこれはまた来たよこれだよあのね漫画ミスとは違う意味で泣けるんだよ、うん、あこうだったんだ、うん、だったら分かるわ福徳本だね漫画ミスだけ読んでてもね、うん、十分美しいんだけど、うん、あのこれってつまりさっきも言ったけどあの本当に光の部分だけ、うん、白漫画道じゃない、うん、光の部分だけでもこんな苦しいんだよねそれをねこっち側から描いた人の合わせて読むと全体像がやっぱりはっきり立体的に出てくるよねだからどっちも本当なんだよそう何が嘘じゃないんだよ、うん、それぞれにとっての主観であり、うん、それを集めて全部合わせたものが真実に近くなってくるんだよねだからそれぞれで書いてくれればいいんですよね、うん、いろんな人がちょっとずつ書いてるんだけどいろんな人がちょっとずつ書いてるんだけど、うん、あのちゃんと書いてくれたのって藤子不二雄と、うん、それが初めてじゃない、うんうん、そうでやっぱりね30年かかったってことですよ、うんうん、書くのに気持ちのせいですよね吐き出すまでにね、うんうんうん、俺このさっきメール来てたメール見てたらさ藤本さんにも漫画道書いてほしかったっていうのがあってねあ、うん、それは俺も読みたかったよ俺もねそう思ってたずっとこの
あの藤子 F 版の漫画道ってすごい見てみたいね。そうそう、どんな物語を書いたんだろうと思って、それも同じ時代の一番最初に、ね、あの阿鼻子と会ったところから書いてくれたら、お菓子工場を3日で辞めるときはどんなドラマがこう3日間にあったのかとか。あ、知りたいよ ね、 それね、知りたいでしょ。あれ分かんないままか、うん、結局会場の人もね、ちゃんとこれ読んだ方がいいよ本当に、ね、読むとね何言ってるか分かるから。3日で辞めたってすごいよ、あの当時就職先を。でも本当は半年いたって説もあるけどね。これあれだな、自虐の歌再来だなこれな。知らねえぞ俺。やっぱりね、我々情報がすごく多いじゃない、うんうんうん、だってそういう情報集めて30年ぐらいやってるんだからさ、うん、それをそれでも読んでんだからね。赤塚さんだって書いてほしいよね。赤塚さんはだから書いてるんだが、実はほとんど永谷さんが代筆してるので、うんうん、あ、赤塚さん本人は書いてないと思います。水野さんもダメか。水野さんは後期だいぶ後で、あの一時期なんだよね、うんうん、それでやっぱり、まあ、男扱いされてたとはいえ女の人だったから、うん、ちょっとまた違うよな、うんうんうん、やっぱメンチカツ挟んでうまいってわけにいかないんでしょうね。いや、漫画道といえばさ、うまいでしょ。うまいだよ。よかった、こういう話だってよかった。うじゃないんだよ。うだよね。うまそうなんだよ、またあれが悔しいけど。いや、でね、おまけにね、栄養っていう考えが今の僕と違うんだ。そうそう、今の僕は栄養があるっていうのは栄養バランスがあるんだけど、違うの、この当時の人たちはカロリーが高そう。油、油、油、バターに肉、パンにコロッケを挟んだだけでこんなに栄養満点なんて。ありえないセリフじゃん。栄養がないってことは死に繋がってたんだから怖いんですよ、あれは。そうそうそう、うん、まだ血色児童とかね、栄養児童とか言ってた時代だから、滋養とかって出てくるんだよ、栄養とかね。ラーメン食べて栄養 OK だもんね。みんなで食うじゃん、このラーメンさ。で、寺さんが考える野菜ってキャベツだって。キャベツで全部 OK なんだよ。そうそうそう。でもね、笑えないんだよ。何かあるとみんなキャベツ切ってはキャベツ炒め食ってんだよな、うん、よく生きてたよな。歌であったね、キャベツばかりかじってたとね、ありましたね。この漫画で寿司屋出てきた時びっくりしました、ね、うん、違う世界だよね。寿司だもんね。いや、それはね、やっぱ藤子映画ね、肉と魚食べられないからこういうのが美味しいっていうのもあるんだけど。あ、なんだっけ、どっか行った時にうな丼ごちそうになった時にうなぎ食べれないってエピソードも良かったよね。結構食い物だけ拾ってもなんか言えそうだよこれね、うん、シーザーサラダとか出てきたもんね、なんかね、食い物ね、結構執着あるよね。そうそう、あるある、ある。具体的になんかありますね。大変ですね。また、はい、聞きました。こういうやつなんですよ。大変ね。天使の産毛出身のアイドルはこれだから嫌だよ ね、 心にもないことをヘロッと言うんですよ。じゃあちょっと夏目の目の方に。これだよ、これだよ。よろしくお願いします。はい、お願いします。あの、先ほどちょっと話しましたけども、この漫画道っていうのは大体3層に分かれていてですね、連載時期がね、まず漫画道のチャンピオン版70年、その後キング版になり、その最終的には86、7年にコロコロとか藤子不二雄ランドで連載される。それが全部その文庫に入ってるわけですが、その変遷をちょっと見てみます。まず登場当時の図の1です。1巻の51ページこれがアスナロ編というチャンピオン版なんですけど、さっきも映ってましたけども、頭があの鉛筆のようになって角張ってるんです。猫背です。で、これはつまり漫画道雄の自画像の性格付けなんです。暗いで、それに対してあのサイノの方は比較的丸くてひょろっとしてると。で、背の高さも違うんですね。で、このあたりが、まあ、60年代のギャグ漫画の流れがまだあって、そういう描き方になってます。で、多分ですね、あのチャンピオンで描いたということも影響していると思います。それとこの頃はまだあの4ページとかそのぐらいの連載なんで、あの結構絵そのもので何かを伝えようとしているということで、その一つがあのひょうひょうとしたサイノと、屈折の春マガという対象になっています。で、これがどう変わるかなんですが、キング版に移ります。図の2、10巻の62ページ、こうなります。これはもう完全に定型化しています。背の高さもほとんど変わりません。両方の顔も近くなっています。丸いです。これですね、ほとんど同じ口の形をしています。で、つまり定型化して記号化してるんですね、人格が。で、それが固定化して物語を運んでいくことになります。プロポーションもほぼないです。ここでちょっと指摘していきたいのはこの鼻息ですね。で、これはこの当時でも珍しかったと思います。これなかなかいいところですね。で、この
こういうですねスタイルの漫画がなぜ70年代後半に成り立ったか、しかも自伝というリアリズムを前提としたものって成り立ったかというと、ここは記号化されてるんですが、この背景はこれ講談社の玄関なんですね。つまりそういうところでリアリティを出しているということになるんですね。リアリティの置き方が変わってきたということになります。で、さらに、これは藤子不二雄ランドの方のものになりますが、図の3、14巻の64ページ、ほとんどのび太です。もうほとんどわからないでですね、これね、さっきより大人になってるんですよ。年代は後なんです。なんだけど2人とも幼児化してるんですね。それだけ記号化してるということなんです。もうだからみんなも読んでる方も、才能と曲がっていうそのキャラクター知ってるんで、幼児化してもいいということで、逆に言うと間がの暗さが全くなくなってるということに注目してください。こういう変化があります。そしてですね、物語としては大人から、ごめんなさい、子供から青年になっていく物語なんですが、今見たように絵は逆になっていくということになります。それは言い換えれば定型化していく、キャラクターが定型化していくということになります。図の4、6巻の32から33ページを見ますと、定型化の典型的な例がこれで、ほとんど同じ顔でずっと並んでいます。で編集者もほとんど同じ顔でずっと並んでいます。ただその話の流れだけで読ませる、これはですね、ある意味読みやすいんです。おそらくこれは、アシスタントの書いたものということもありかもしれませんけども、引っかからないので、話だけで読めるということになります。コマも非常に律儀なコマになっています。また同じ例ですが、図の5、6巻の164から65に行きますと、女の子、これがやっぱり分かりやすいんですが、この女の子は全部やっぱ同じ顔をしています。同じ向き同じ顔と、いう感じでもう完全に定型化しているんですね。で先ほども言いましたように、他の部分で自伝的な部分あるいはリアリズムを保証することになります。当初はですね、実はこれ見るとここにちょっとこの熊のような影が残ってるのが見えると思います。これが間がの屈折の名残なんです。で最初はどうであったかと言いますと、図の6、1巻の152から53のを見ますと、例えばこれです。これは暗いわけです。でこういう影を実際描いてたんですね。先ほども言いましたけども、その漫画的な劇画 の, 影なんです。ちょっとデザインっぽくしてあります。しかしこれの原型は実を言うと手塚治虫です。手塚治虫が真っ黒い影だけで描いたりして、それを劇画誌に載せたりしていた、その影響だと思います。ですから漫画的な劇画の斜線、そして、ちょっと銅版画的なその線の入れ方なんですけれども、そういう影、それから眼鏡の割れ具合とかですね、この辺がちょっといろいろ絵で屈折を語ろうとしているものです。その次に図の7に行きますと、2巻の145ページに行きますと、だいぶ絵が変わります。これがもうキングのあれですが、しかしまだ場合によってはこういう影が残るわけですね。さらに図の8に行きます。じゃあそういう絵でどうやって内面を表すかというと、もう真っ黒になってしまうんですね。でこれこの真っ黒の使い方はいろいろありますが、この場合は間がの内面に入りましたということを意味しています。だから、こういう割と記号的な手法でもって、内面を表すようになります。鼻が白いところにちょっと面白いですね。それは余計な話ですが、だから鼻息とか黒くするとかっていうことでやっていくわけですね。そして、自伝的なリアルというもので、保管していくんですが、を保管していくのですが、図9、1巻の85ページにおいては、こういう絵でした。これが先ほど言った手塚的な黒い絵です。ちょっと怖いと言いますか、これがいわゆる阿弥子さんの開発した絵ですね。でこれがですね、これいわゆるその黒いセールスマン、笑いセールスマン系の絵です。それが図の10に行きます。7巻の116ページに行きますと、これはですね、要するにさっきの定型化した人格と対照的にですね、非常に細かい情報の入った当時の雑誌なんかを
こういうたくさんの情報とともに入れるわけです。この密度が高くなってくるんです。対照的にキャラクターは定型化するが、こういう情報の密度が高くなって、この隣にはですね、多分この左側のページに行ってもらえますか、ここですね、こういう模写が入ってくると、だこういう密度でもってリアリティを保証していくようになります。この辺がですね、その時代の変化に合わせて、あるいは漫画の変化に合わせて、もう一つはメディアの変化で、媒体の変化に合わせて手法を阿比古さんが変えていった、文脈を変えていった例ですね。そして、もう一つ、こういう雑誌だけではなく自作、図の11、9巻の、これ自分の作品の模写なんですね。で、こういう形でリアリティを保証していくという形になります。でちなみにですね、こういうものがあるので、だいたいここに書いてあるものは自伝的な事実であるというふうに受け取る方が多いと思うのですが、必ずしもそうではないという例として、図の12、9巻の170ページ、これはまあ手塚研究者としての私が言っておかなければならないのですが、これはジャングル大帝の一番目の模写です。これは最後のラストシーンの模写です。でここにナレーションがあります。アフリカは生きとし生けるものすべてを大自然の中に、吸収して挑むものを悠々と見下ろしているのではないだろうかと書いてあります。これは実は1960年代に手塚さんが書き直した版のナレーションです。したがってこれを実際に、この事例の中で読んでいる時期には違うナレーションが入っています。まあ、ちなみに紹介しました、アフリカの古い物語は終わった、でももう新しい物語が始まろうとしているというナレーションです。それ自体見ると大して変化はありませんから問題ないようですが、知りたい人は私の手塚論の本を読んでいただければ分かりますが、テーマ的に微妙にずれているんです。でしかしこれを書いた頃はまだ手塚さん存命で、80年代ですから、おそらくその旧版を使うわけにはいけません、おそらくね。なので気がついていたかどうかは分かりませんが、これが使われたと。そういう意味では資料批判的にはいろんな問題はあるということを指摘しておきたいと思います。ちょっと研究者の弁でした。微妙に本の宣伝なんかも入れましてですね、夏目さん、多分ね、明日のじゃなくて本人の絵だと思うんだけどね、ちょっと手癖が本人っぽかったから。なるほど。でね、この頃ね、どうしてこういう黒い漫画道みたいな、ギャグの絵に、劇画っぽい背景みたいなものをこの人は描いてたかっていうとさ、この頃劇画がすごい勢いで、この頃っていうかチャンピオンの始めた70年前後60年代生ぐらいからだよね、少年誌、劇画が少年誌に出てくるのってね、あれですごい少年誌にすごい影響を与えたんだよね。もちろん青年誌もなんだけど、で手塚さんまでもう危機感持って、何始めるドロロか、もっと前ドロロもそう、ね、劇画インパクト、劇画、劇画風の、それまでの明るく丸っこい線を捨てて、劇画風の描法を始めて、でそれの、藤子不二雄版の描き方がこういうなんだよね、こうギャグ絵は変えなかったんだけど、まあ、一部変えてるけど、そんなリアルな絵にならなかったんだけど、背景をすごい描き込んで、暗く真っ黒にして、本来こんな描き方って昔はなかったんだよ、ギャグの絵にはギャグの背景、でもこれはギャグの絵に劇画の背景、まあ、劇画とはちょっと違うんだけど、まあ、劇画風の背景、でもねやっぱりこの人ね、劇画風の背景描いてもね、根が明るい手塚風少年誌の絵なんで、暗くなりきらないんだよ、こうどんなにリアルな、どこの見てもね、どんなに暗いリアルな絵を描いても、斎藤隆夫とか佐藤正明みたいなね、驚しい暗さにならないんだよ、そのさっきの顔を黒で潰したりとかさ、それからところどころ最後のコマとかをね、黒枠で、太い黒枠で潰したりする、っていうところあるんだよ。例えばそれは9巻の、はい、66ページとか、どれでも1話の終わりとか大抵そうなんだけどね、こう黒い枠で、太い黒い枠で潰したり、これってね、ここが決めのシーンだっていうのも意味もあるんだけど、これは明らかに全体を重くしてるよね、こんななんだけどね、こんな太い、太い枠で描いたりして、こういう画面をちょっとでも重く黒くして、こうちょっと劇画的な要素を出していこうとこの人は思ってたんだろうね、F から、藤
藤子 F とは違うやり方としてね、なるほどね。だから藤子さん、藤子不二雄という2人のうちに藤本さんと阿鼻子さんといて、で阿鼻子さんというのが常に先端的なもの、革新的なものを取り込もうとする人なんですよね。で藤子さんというのは割とそうではなくて、本当に子供漫画的なものでいってる、まあ、SF というのはありますけどね、うんうん、この2つがあったというのがね、藤子不二雄のすごく面白い、うん、コンビのね、うん、ところなんですよね。だからその、時代によってだから阿鼻子さんの方が前に出る、うん、でその後で定型的なことをやっていた藤本さんが前に出るってこう繰り返すんですよ、うんうんうん、でその辺はちょっと米沢義弘さんの書いた藤子不二雄伝っていうのは結構よく書いてあるんですけど、うん、非常にね、日本の漫画、戦後漫画史の中でも面白い現象だと思いますよ、うんうん、これ一人の名前としてやってきたっていうのはね。いや二人で一人ってよくやったよ、ね、よくやった。普通できないよこんな長く、うんうん、まあ、ゆで卵みたいに原作と絵とかね、そういうふうに分けることはあっても、うん、二人で同じ、まあ、スタート当初は同じ絵を描いてたわけじゃない、うん、それってありえないよね、うん、大抵こういう仕事してるのって画が強いからさ、うん、俺がやるって両方とも思いがちだよね、うん、それがまあ子供の頃から仲良かったっていうのもあるかもしれないけど、それにしても2人で同じ絵を描いて1人の名前で1つの名前でやっていくということを決めたっていうのがね、すごいもう稀有だよね。これは友情がありえたんですよ。すごいコンプレックスも感じてるじゃないですか、あ、お互いに、お互いにね。でも2人で描いてることに対して他の漫画に対するコンプレックス全然ないでしょ。それはないないですね。面白い、うん、だからそういう意味でも面白いんだよね。あとね、さっき夏目さんが言ってたその背景がリアルになっていて、はいはい、表面がっていうの、僕それでちょっと思ったんですけどね、アニメーションがリアルを表現するっていうのもその流れがあったんですよ、はいはい、っていうのはタイガーマスクとか70年代のね、そのマジンガー Z とかアニメーションがよりリアリティやるときって最初キャラに線をいっぱい入れてリアルにしようとしたんだけども、うん、そうそうそう、影ついてたよね。そう、80年代あたりがそれ全然やめて、うん、今アニメーションでリアルって追求するときって正面のキャラは線単純で、昔のアニメの美形キャラで背景をどんどん線入れる方向をやってるから、だからアニメーションもね、 こっちの手法の方に行き着いてきたっていうのは面白いなと思って聞いてて。じゃあメール、はい、じゃあメールの方をちょっと紹介します、はい、うん、漫画道は本当に面白くて、小学生の頃から現在まで一貫して座右の書です、はい、これを読んで漫画家ものに目覚め、本棚には漫画道、サルマン、サルマンかい、トエロテン、漫画家残酷物語、ペンダコパラダイスが並ぶようになりました。すごいペンネームだね。ペンネーム、ささみにささおえて、すごいペンネームです、ね、ありがとうございます、はい。ロンリー・ガンさん、ガンさんですね、はい、読んでて興味深いのはトキワ荘の頃の話ですね、うん、2人が両国の2畳から4畳半のトキワ荘に来た時、うん、広さにはしゃぐ姿がすごく楽しそうなんですよね。いいなと思ってしまうんです、うん、あとこの漫画のヒロインって誰になるんでしょうか。竹葉さんか、運命の儚さから、うん、キリンの涼子さんか、メールですね。誰でもいいんだよな。誰でもいいの。はい、はい、それから 一人だよ結局ね、うん、同じことなんだけど、うんうん、あとメタルさんから、うん、漫画道は実在の人物が出てくるのでとても興味深く読みました、うん、劇画大輔だけは誰なのかなと気になるところですね、うん、私が思うにあの人物は斉藤隆夫に象徴される劇画そのものではないかと思いました。石川さんのご意見を聞いてみたいですね。でもその通りだよね、まあ、ほぼ実在の人間ではなくて、うん、劇画っていう存在を象徴したわけだよね、うん、ヒロインはね、特定の誰かというよりね、松本零士の男を挑んとか読んだら分かるんだけども、見えてるか。そうそう、いや次から次新しい女の子が出てきてそれらは全て同じで主人公に気があるようなことを言って親切なことを言ってくれるんだけど、いつの間にかいなくなってまた次が出てきて、でなんかね、大山登ったから、ね、一体布団の中で女の名前言うシーンがあるけど、次から次へ全部女の名前言うみたいな。でも同じような思い出が並んでる。あの世代の日本の男はね、うん、女の顔真正面から見れなかったんですよ。あ、それだから描けるわけないんです、うんうん、観察して描けない。それは言えてる。好きな女ほど見れないんです、うん、あと劇が大好きなんですけど、うん、あれはあそこでなぜ本来的には劇画がまだ出てない頃に劇画大輔が出てくるじゃない、うんうん、あれは阿鼻子さんのやっぱりね、モチーフなんですよ、うん、あの人その自伝の部分の中で、挿絵を模写したりとかしてるでしょ、はいはいはい、で彼自身非常に文学青年なんですよ、うんうん、でそういう要素があったので劇画が本当に出てきた時にものすごく彼はショックだったはずなんだよ、うんうんうん、だから一生懸命取り入れようとしてるんですよ、うんうん、でそのことを象徴させようとしてるわけ。あ、
自分の心の迷いみたいなものの、うん、そうだから半分自分でもあるんだよあれは、だから俺もこっちへ行ったらこうなってたかもしれないって思いで書いてるわけですよね、うんうん、ただあれですよね、その、まあ、控室も出たけど、これものすごくいい意味でもこの青春ものになってるじゃないですか、うまくまとまってるじゃないですか、貧乏がすごい美しいでしょ、2畳に住んでてこう4畳半が広いとかさ、そうそうそうで現実そんなことだけのわけないじゃないですか、さっきの、ね、その漫画に愛を叫んだ男たちもそうですけど、逆にその劇画の側でこれが出なかったってなんでなんですかね。あ、いや劇画はだからそのここまで明るく語れなかったわけでしょ、そこなんですよね、あの、うん、例えば柘植さんの書いたあの吉尾の青春にしようですね、便所に押し込められるんですよ、何年間二条どこじゃないっていう、ね、便器あるんですよ、やっぱここの人たちって成功するとなんかこうご飯食べに行ったりラーメン食べて乾杯になるんだけども、劇画の人たちの自伝読んでると成功するとすぐ銀座行くじゃないですか、だからモデルガン買ったりする、モデルガン買ったりモデルガン揃えたりするんだよ、あの人たち銀座行ったりでなんかね、そのやってることの生活レベルが違いすぎて、なんか少年ものっていうかビルディングスローマンにならないんだよね、うん、どうしても、うん、だから斎藤さんとかいわゆるそのこっちでいうその劇画の側の人たちの青春っていうのは同じ生活してても絶対意味が違ってたんだろうと思う、だからちょっと売れた時の、うん、なんだろう、こう上り詰め方とかお金の使い方とか自伝読んでたらもうすごい切ないもんね、こんな切な的に生きてていいんだろうかと、うん、これは本当にさ、うん、美しい青春期なんだけど、あのまあうん、それは人生って明るい面だけじゃないじゃないやっぱり、うん、で漫画道に書かれた頃の、まあ、影の部分も知りたいし、それからこの人たちのこの後の話もさ、うん、結構知りたいよね、うん、結構暗いことになっちゃった人も何人もいるじゃない、うん、途中でフェードアウトしちゃった森安とかさ、うんうん、晩年がちょっとかわいそうだった寺さんとかさ、うん、あの寺さんがさ晩年結構悲惨な死に方してるじゃない、だって兄貴分だもんね、うん、俺はね、いい人ですね、うん、そう、なんか寂しいんだよな、ところでなんかちょっと話急に具体的なんですけど、13巻のね、はい、325ページの UFO 何なんですかこれ突然それかい、うん、これだけは俺分からん、いやなんかすごい抽象的なもの、うん、それが、このそれがキング編の最終回、これキング編の最終回なの、そう多分そうだと思った、うん、この光ってるやつ象徴的な、うん、あの先になんか光ったもの光り輝く未来があって、そこにみんなでこうさあ行こうっていう象徴なんだろう、うん、手元来てますよ、多分、1982年で未知との遭遇じゃないのこれ、そうですね、いやまあそう、うん、ネタはそうなんだ、そうなんだイメージは、なんか流行ったものはすぐ入れるというのはやはり手塚さんこの頃ちょうど未来人カオスの第1話で未知との遭遇丸々やってましたよね、でもネームはアスナル物語なんだよ、なんだよ、そう、明日はなろうアスナル、いや基本的に映画青年だからさ、うん、みんな、うんうんうん、だってだから本当はこれここで終わるはずなんですか、終わるはずっていうか、うん、終わったんだよね、キングは終わったんだ、多分キングではもうそろそろあって言われたんだよな、そっか、いやその辺ね、キング版とか書いてないから、俺14巻まであるのに13巻でいきなり UFO 出てきてどう見ても最終巻なのに14巻からまた1からもう1回また締め切りに追われてるんだけどって言われてて思ったでしょ、それはね、編集王の UFO とは違う14巻 の, あの頭でまた UFO が来てるしねあ、そうそれ油の分かってるその辺ちょっと解説欲しいよね、こうあの版が違うとかさ、いやでも本当に ある意味その何今もうこういう言い方チンプになっちゃうけど、戦後民主主義の一番その明るい部分ですよね、物語の核にあるのがね、うん、その出てくるキャラクター自身そうだし、そう、うん、本当青春だよね、だ結局ほら、うん、そう1960年代の高度成長期だ、この人たちは週刊誌、月刊誌が漫画のページを増やすと同時に今度週刊誌が出てくる、うん、でそこで耐えられる年齢にあった、うん、で前面に出てくるっていう、つまりその日本のこう経済が上向くと同時にちゃんとステップアップできた人たちなんだよ、だから漫画2畳から4畳半になっていくっていう、そうそう、まず地方から東京へ出てくるのも正しいことだし、うん、2畳から4畳半へって部屋が広くなるのも正しいし、連載が増えていくのも正しいし、うん、で大人なんだったらペース考えて全部書けるはずだっていう世界でしょ、うん、そうそう、これが後に編集王になってきたら書きたくもないのに書かされるとかブルセラムーンやめさせてケロになるわけですよそうだからそういう上昇志向じゃない時代の漫画というのはどうしてもなんか書くだけが目的じゃない、もっと生きがいよとか自分の好きなものってテーマになりがちなんだけども、この時代はとにかくたくさん書けてよかったねっていう話だから、
やめさせたけど思い出しちゃったよ。俺ブルースラムが頭回っちゃってさ、大月健二の顔思い出しちゃった。いやでもブルセラムーンというのは本当になんかたくさん書くことがいわゆる豊かさはいいことではないという時代特有の考え方だけど、これはもうそうじゃないんだもん。明らかに70年代後半って実は世の中的にはもう曲がってんだけども、作者の中ではまだ貧しさが続いてるからさ、これ書けるわけでしょ。プロジェクト X だったんだ。じゃあそうそうそう、でもあの当時はあの当時のブルセラムーンがあって、それは寺田博さんだったんだよ。寺田博さんはあの当時の週刊誌における商業主義にあのついていけなくて、やめさせてけろになったわけだ、うんうん、でもそれは書かないんだよ、うん、そうそうそう、うん、ある意味勝者の論理ではあるんだよね、うん、そういう言い方すればね。だってこの人たちね、うん、あのドラえもんやめさせてけろって言わないもんね、絶対に言わない言わない言わない。絶対これはもう手塚さんからやった連載は切られるまで続けるっていう信念でやった。信頼は裏切ったら絶対回復できないって今回これ読み返しててさ、俺もう前2回2、3回読んでるからさ、もう話すべて知ってるじゃない。そうするともう10、11、12巻ぐらいになってくるとさ、うん、あもうそろそろあの原稿落としてそう落としたいやっぱ俺身につまされる、田舎に帰るな帰るなとか、ここでまた 2日ぐらい行けるのにとか思っちゃうな, なんでこんなとこで帰るんだよ朝からっていう。でもあのね、あの阿美子さんのね日記をね本にしたのがあってさ、そこにさその当時あの届いた編集部からの電報があるわけ。あの電報の心をえぐるよ、ね、これね、あの いつ帰るか、2色諦めたとかね、うん、色ね今からでも遅くはないとかね226じゃないんだから結構これが面白いんだよね。ね、困っているすぐ出てこられたし何が面白いってね、それをいちいち日記に残して、そう日記にちゃんと残す、日記残す暇があったら漫画描けて性格だよ日記なんだから、ね、いやだからね、阿美子さんの性格があったからねこの漫画あったわけで、うん、それはねやっぱりある種漫画を変えたよね。当時作家でもそうですよ、速達か電報ですよ、最速ってのは、これ怖いんだよ。そんなに電話ってみんな持ってなかったもんね。ないないない、電報呼び出しだったりしたし、はがきの速達が来るんですよ、でそれを持って逃げるんですよ見てで最後に原稿送るに及ばずって出社に及ばずみたいなさ、なんだっけ、他の人に頼んだとか言うんだよな、うんうんうん、カタカナだから怖いしな、電報っていうのはまたな不気味なんですよ。1巻目の1回目から見てたらね、はい、結構第2節だから第2話か、うん、ったらね、多分これ篠田秀夫の絵じゃないかな、うん、結構何ページぐらい、20ページとか、これ篠田秀夫っても多分分かんないと思うけどね1巻目の20ページとか見るとね、篠田秀夫って漫画家の絵じゃないかなと思うんだよな。すごい感、この真ん中辺の確かに変だよね、ちょっとアメコミっぽいというか、だからこの頃はまだね、こんだけ、他の人の手が入ってるってことは、うん、この頃はまだ漫画道だ、まだ、まあ、第2回目だからさ、うんうん、まだこんだけ後に続くっていう意識がなかったんだね。結構軽く書いてたんだと思うんだよ ね、 すごいね、まさかこんな大作になるとはね、うん、アメリカ軍は漫画化してくれるだろうか、なんか紙の砦をちょっと子供向けに書くぐらいの印象だったのかな、うん、あそうか、紙の砦も同じ頃だもんね、やっぱ手塚治虫ってこの彼らにとって本当神様だったんだね。神様だったんだね、うん、大きい存在だったんだね、すごい存在ですよね。紙の砦の最後がもうこれからは漫画描けるっていうのもあるよ、もっとすごいよねこれより、も国もヘチマもないよね、いや手塚さんのすごいところは何だっけ、来たるべき世界だっけ、1000ページ書いた話、そう、うん、1000ページ書いたのはすごいよ。それはでもあの当時それを知った藤子さんたちがさ、ショックを受けるって、うん、それは受けるよね、受けるよな、あの密度で1000ページだよ、1000ページ書いて実際に計算してたのが500ページぐらいでしたけど、うんうんうん、でもね俺不思議なのはさ、あの頃も手塚さんも随分稼いでたはずなのに、なんで木造モルタルを4畳半に住んでたんだろうねそれが不思議なんだよ。いやあれは東京の事務所としてるんでしょ、東京事務所だって4畳半モルタルじゃなくてもいいじゃん。いやなんかね、いやそういう贅沢をしないっていう美意識ってあったんじゃないですか。4畳半ってね、うん、広かったんですよ、うん、今みたいにベッド置いたり家具置いたりしなかったら、うん、大の字になれるんだもん、うん、いやまあそれはそうだけどいやほんとそうなんですって、だって笑い事じゃなくて、いやでも下手に広かったら編集者がその分来るでしょ20畳借りたら30に座れるじゃないですか編集者がだってすぐ 隣の部屋も借りてるじゃない、うんうん、あの下だから編集者に意地悪したんですよわざとポロチンでも借りてまあ確かにね、あの4畳半結構広いよ、うん、いやでも今みたいに学生時代入れるもんがないんだから、うん、学生時代俺4畳半だったんだけど、先輩の6畳のとこ行ったら広いなと思ったもん、うん、
いや本当でもこれはあのそういう意味でさっきのそのねあのなんだあの、うん、日記もそうだし、うん、他のテキストも含めて合わせて読んでもらうとね、うん、すごく立体的になって面白い、うん、よく面白みが増しますよね。青春期として読んでも面白いし、うん、日本の漫画黎明期、うん、近代漫画の黎明期の記録として読んでもねすごく面白いと思う、うん、漫画プロジェクト X っていう感じ、うん、だから今ようやくその僕らは本当に この漫画なんかでその時はそう伝説というものを頭に入れて、うんうんうん、その頃僕も手塚さんに会ってわーっとなってるわけだからさ、うんうん、あさっきみたいに真っ白になってたから、うんうん、だからそれがようやくあの それを相対化してあの読める時期に今差し掛かってるってこと、うんうん、黒手塚も見えるようになってきたという、うん、いや俺も生まれて初めて手塚さんに会った時に石川氏って言われてあ本当に氏って言ってるよあの本当に喋ってたね。いやあの手塚さんって相手人のことをみんな何とか氏って呼ぶんだよね。大月氏とか。その距離感であのオタクってのと近いよね。それは読んでこれで読んでたんだけど近い近い呼ばれてあ本当に石川氏だよとか思って、ちょっと嬉しかったよ。嬉しかった。そう嬉しい嬉しい。今日終始嬉しそうの。これあとあのなんか劇画みたいな人物がどれぐらい現地のものかってあるじゃないですか、うん、あれでチベットスパイ戦ってあったじゃないですか あったあれが本当に書かれたのかどうかすごい気になりますよね。書かれたんじゃないかな、うん、あれ肉筆原稿の中で、うん、なんかね結構ああいうの好きなんですよね。よろしくございますか、ね、もう大体時間だそうでございまして、はい、気が済みました、はい、じゃあせっかくですからね、いつもこの公開録画の場合は恒例になっているんですけれども会場の方から、これを聞いてみたいと今日のもちろん番組の内容を主に中心で結構なんですけどもあれば手を挙げていただければ質問がある方ははい、はい、あいちゃんいきますよじゃあ前の方からはい、はい、マガとサイノが時和荘に移ることが決まった次の日ぐらいにいきなりサイノが咳込み始めるんですけどあれは何の伏線だったんですか。多分何かにしようと思ったんだろうけど書いてるうちに忘れちゃったんだと思うね石川さんいいですかその説明でよくあることだよ本当かな分かりました納得しましたいいですか。やけにリアリティあるよ今じゃあ他にいらっしゃいますか。はい、あいちゃんどの方、はいはい、あお願いします、はい、漫画道のところだとなんか2人が同じ作品を書いてるんですけどもただ後期の方になってくると多分作品別で2人が分かれ別々の作品を書いてることになって出るはずなんですけどもこれは大体どのぐらいからそういうふうなシステムになったのか教えていただきたいんですけどもさっき88年って書いてある、うん、完全に分かれたのは88年で、うん、そのもうそのだいぶ前から分かれてるよね実質的にっていう意味でしょ。はい、うん、でも実質的には多分お化けあたりはスタジオゼロも混ざって一緒にやってるんですよね、うんうん、実質的にどのくらいですかね。どの辺かなんだろうね多分だから別々に書いてるのもあるんですよ、うん、例えば海の王子なんかは多分阿美子さんが主で、うん、みたいなのあったと思うんですけどだから後で分けられる、まあ、だから88年にちゃんと別れたら別れたって言えるんだけどそれまでは目撃してない限りあんまり言えないわけですよね、うん、当たり前ではなそういうこと分かりました。はい、もう一方ぐらい、はい、はい、お願いします。やっぱり原稿を落としまくるシーンってすごい象徴的だと思うんですけれども、うん、その後復帰できたっていうのはその当時でありえたんでしょうかね。ああいうふうにいくらでもありえるよ、うん、あれなんか厳しめに書いてありますよね。いやだってあの頃の月刊誌ってそんなにないんですよ、うん、月刊誌のものが。でところがその月刊誌の中で漫画のページが年々増えていくんですよ。だからやっぱり新人必要なのよ、うんうん、逆に活字のページが減っていくわけなんかいろんな出版社がもう手塚使う、あ、違った、藤子使うのやめようっていう申し合わせみたいなのってないわけでしょ、うん、あの当時でも、うん、どうだろうなあるのかな。いや、それはないよ、うん、この漫画道の中であんだけ、ショッキングに書いてあるのは彼らが、まあ、新人だったっていうことだよね。漫画界の仕組みがよく分かってないんで一回でも落としたら自分たちの漫画家生命は終わってしまうんじゃないかっていう恐怖感であれだけのことを書いたけど、まあ、実際問題として一回落としてぐらいではそういきなり、これから先一切何も活動できなくなってしまうということはない。だいたいあれも全部落としたんじゃなくて最初の1本とか2本入れてるわけだから、そう、入れたところから仕事来るはず、うん、
なんだよね。あと一般論で言うと、編集者がその若い者を育てるって使命感あったと思うんですよ。これ活字なんかでもそうだけど、こいつは俺と一緒になってもっと大きくしてやるんだとかね、そういうのがやっぱあったと思うしね。まあ俺あの原稿落としたこと一度もないからよくわかんないな。何や、なんだよそれ。愛ちゃん戻ってらっしゃい。はい、はい。面白い、客席から見てる。なんでそう心にもないことを平気で言ってる。本当に思ってることは小さいことだよね。そうそうそう。なんでそうそうっていうの。いかにアイドルというのは考えなしにできるものかってよくわかるというね。そんなことないんです。はい、というわけで、今日は一応こういう感じなんですが、明日、はい、わお。テレビの前の皆さん、明日からは生放送です。はい、29日はサイモンフミさんの東京ラブストーリーを取り上げます。はい、お楽しみに。楽しい、恋愛の達人岡田さんが爆発してくれるそうですから。予告しておきますから。なんでみんなそんな嫌いなの。嫌いなんて一言も言ってないですから。はい、というわけで、はい、はい、じゃあ今日はどうも。ありがとうございました。